え、こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は、えー、僕の大好きなドラマーのトニー・ウィリアムスさんのお話をしていきたいと思います。えー、トニー・ウィリアムスさんはですね、四大ジャズドラマー、四大って誰やねんって話ですが、これ本当にね、諸説いっぱいあって、えー、結局、こう、好みで分かれると思うんですけど、僕が師匠に聞いた、あの、四大ドラマーの紹介したいと思いますね。 で、まあジャッキー・マクリーンバンドで、えー、ニューヨークにやってきて、で、その後すぐマイルスバンドでブレイクするんですよ。で、VSOP とか、ザグレート・ジャズ・トリオとかにも参加して、もう一世風靡するって感じですね。もうジャズ界のもう中心人物になっていく感じですね。で、は、ま、自分のバンドで回ってたっていう、まあそういうお話をしていきたいと思います。それでは始めていきましょう。四大ジャズドラマーいきたいと思います。まずですね、マックス・ローチー。 えー、フィリー・ジョー・ジョーンズ、エルヴィン・ジョーンズ、トニー・ウィリアムスというのが4台なんですって。で、僕からすればですね、えー、アートブレイキーとかバディ・リッチとかね、入らないのって感じですし,し、例えばですね、ドラムでこうシンコペーションを、足でシンコペーションをするっていうのは、最初みんなやっぱりこうスイング時代ってバストラシブで踏んでるんですね。で、そういう、 こう、時代の人たちの中で、ガレスピが一番最初にできたのは、もう、ケニー・クラークだとで。ケニー・クラークができて、その後マックス・ロッチができたから、マックス・ロッチに仕事をいっぱい頼むようになったっていう話を、えー、聞いたので、なんか、あ、そうなるんだって思うと、こう、なんでこの4台なのかって聞いた時にね、バディ・リッチってめちゃくちゃうまいんですよ、ドラム的にね。でも、その、 ドラムのスタイルを変革したのはこの4人でしょうっていう話だったんで、まあ確かにマックス・ローチは、でもマックス・ローチを言うんだったらそしたらケニー・クラフなんじゃないのって話にもなるし、 フィリー・ジョー・ジョーンズは、まあじゃあその辺の延長なのような気分もするし、まあ、エルビンとトニー・ウィレムさんもね、まさに完全にこう、全くミュータントみたいなね、まあ,あの新生物みたいな感じで全然違うスタイルで演奏し始めるので、まあこの二人すごくよくわかるんですけど、まあ現代的に、えっ、ー、と、この間も大阪さんと対談した時だと、えー、ブライアン・ブレードなんかのスタイルがこう、音をグッとこう落として、こう、 演奏するっていうスタイルに変わったよね、みたいな。僕は結構バカバカ叩くドラマが大好きなんで、えー、そういうふうな、まあ、ってことは僕はトニーは大好きなんですね。トニーは僕生で見て、最後にお話ししますけど、生で見てるんですね。というわけで、その四大ジャズドラマーの一人であるということで、まあ、要は変革をした、まあ、こう、音楽の、こう、ドラムのスタイルをまあ変えた人っていうことではありますね。 で、ジャッキー・マクリーン・バンドでニューヨークへっていうふうに、まあこれはもう間違いないんですけど、で、シカゴ出身で1945年生まれで、幼少期にアラン・ドーソンさんっていうドラマね、えっ、ー、と、バークリー・メソッドを作った人なんですよ。で、えっ、ー、と、僕のサイト・ジュンさんの師匠がもう直接アラン・ドーソンさんに習ってるんで、えっ、ー、と、えー、兄弟、師匠が兄弟弟子の、で、僕がその下にいるから、 え、何になるのおいっ子になるのかなんかよくわかんないですけど、えー、なんかまあそういう形ですね。あのー、なので、えっ、ー、と、アランドーソーさんのメソッドで、まあ、上手くなった人世の中いっぱいいますからね。そんなこと言い出しきりがないんだけど、えー、アランドーソーさんにならんてたと。でアランドーソーさんも、ね、まあみんな結局、 アラン・ドーソンに習うと、こう、トニーのことをみんな聞くんですって。で、トニーはもうとにかくこう、その、練習量がすごかったし、でものすごいこうたん、この、この間に音を五つ入れるのはすげえだろう、みたいなことを、まあ、あの、アラン・ドーソンさんは言ってたそうなんですね。なので、めちゃくちゃまあ、こう、なんか、すごいコミュニティですよね。アラン・ドーソンさんはまあ結構、なんていうんですかね。 えー、システマチックなドラムの練習なんで、ま、めちゃくちゃ厳しかったみたいですね。ハイトジュンさんもそうですね。えー、これできたらはいこれ。これできたらこれこれ。なんでできないのみたいな感じだったんで、もうどんどん宿題出されて、僕は嬉しい限りでしたけどね。これはね、なんかの本で読んで、 10歳でファガソンバンドで叩いたりとかしてて結構もう名前は知られてたっていう話を聞いたことがあるんですけど、やっぱりね、なかなかこう僕もこうミュージシャンから聞いたのか、こう実際にこう本で読んだのか、わかんないんですね。でよくこう YouTube でね、こういう発言をね、不要意にするとね、もう絶対違うとかね。で、その、結構書いていただけるんですけど、あの、 非常にね、最近は建設的な人が多いですね。こういう情報あるよ、こういう情報あるよってでやっぱり言ってみることによって自分が間違ってるってこと分かるしっていうのもあるし、大体ね、そもそもジャズの本って、こう書籍で出ててですよ。大きな出版社で出ててもですよ。で、この間北川清さんが言ってたんですけど、北川清さんがこういうふうに、こう、こうこ、うこうだっていう、彼はこういうふうでこういうふうでこうだったって言って、全部違っとるし、え、インタビューもされてないし、えー、っていう、それぐらいのもんなんですよ。 で、でも、結局、僕は、その、本が、じゃあ悪いかって、そういうわけではなくて、そういう、こう、なんかこう、興味を持たせる、結局、そんなこと言ったら、本当に、小田信長の話をしてる人は、ほとんど99%嘘ですからね。ね。そんなこと、こんなこと言ったとか言って、こんなこ言ってないとかね。わかんないしね。でも、その、それを、 エピソードがあることによってジャズに興味を持ってもらえば僕はいいと思ってるんですよ。だからそういうことなんで、もしそのご存知の方いたらぜひね、こう、建設的にこう、あ、こんな情報もある、こんな情報もあるわあ、面白いな、みたいなね。それでこう、あ、トニー・グスさん聞いてみようって思っていただけたら、もうめちゃくちゃいいビデオなわけじゃないですか。だからこう、正解不正解ってことをね、やたら目くじら立てるのも僕はよく,よくない気がしますね。だから逆にこう、 テレビであと無料なわけだし、で、その、実際もう本人が亡くなっちゃってたら、もう真偽のほどわかんないわけじゃないですかで。そこの真偽のほどがどうこうよりも楽しめれば僕はいいと思ってるんで、えー、そういうふうに考えております。はい。1962年でマクリーンバンドでニューヨークにやってくるということですね。で、63年にはもうマイレスバンドにも入ってるわけですよ。だからもうものすごいセンセーショナルなデビューだと思うんですね。 で、マイルスバンドで、まあ、ブレイクしていくんですが、マイルスはですね、トニーのドラムを非常に買っていたっていう、こう、ね、まあ、本でも書いてありますけどね。で、まあ、ハービーが、もう、トニーちょっと音量大きいよって言ったら、マイルスが、お前がつまみをま、電子ピアノだったからね、その時ピアノじゃなくてね、あの、エレキ、エレクトリックやってる時に、お前がつまみを合わせてはいいと。で、もう彼が機動力で、彼がこう、 もうすべてのこのグルーブの元なんだから、音量を下げろとか、そんな、なんかジャスになこと言うな、みたいなことを言った、みたいなね。まあそういう感覚っていうのはやっぱあると思うんですね。後でもお話しすると思うんですね。で、だから音量すごいでかかったと思うんですね。で、実際聞いたんですけど僕も、えー、ドラムしか聞こえない瞬間が結構多い、みたいなね。だから結構好きなんですね、そういうのね。 で、ハイハットの裏打ちをと言われたけど、まあ、キープが嫌で、まあ、ね、マイルスによく言われたらしいんですけど、そのうちハイハットで支部踏み出すんですね。シャッ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 。 そういうことする人ってあんまりいなかったんですね。で、これは、大阪さんに聞いた話、ロイ・ヘインズの、えー、通訳した時に、ロイ・ヘインズが、えっ、ー、と、こう、ハイハット、バスドラ買えなかったから、ハイハットとスニアの、まあ、僕は組み合わせが多くて、トニーがそれを見に来てて、あいつはでっかいバスドラの、えー、セットで、ハイハットの組み合わせやったから、もう俺の真似してんだよっていう話をしてたそうなんですが、 まあ、その当時のスタイルではハイハットの使い方がやっぱ変わってましたよね。ハイハット裏に踏んだりとかね。えっ、ー、と、2、4じゃなくて、8分の裏に踏んだりとか、そういう形が。あと、4分音符で踏んだりとかですね。えー、晩年の僕最後一番見た時は、両手レガードっていうのが流行ってて。両手でシャシャシャ。とにかくね、音が分厚いのが好きなんですよ。で、音がドワーってこう、こうなんかこう、流れのように出てくるようなフィルインが多い、イメージですね。 で、その後は、まあ、えっと、VSOP っていうね、VSOP はですね、ベリースペシャルワンタイムパフォーマンスって言って、こう、l イ v e u n ス e r t かなで、えっと、やるために、こう、ファビが組んだ漫のだけど、それがもうめちゃくちゃ、こう、評判良かったから、ツアー回って、ワンタイムじゃねえだろう、みたいな話になるんですが、まあ、VSOP ですね。えー、僕はあの、あれの、ね、ま、もともとそれをもじってるんだと思うけど、あの、フランデのね、VSOP かなと思いましたね。あと、ジャズ、 えー、グレートジャズトリオの方ですね。これ第1期でですね、ドラマどんどんどん,どん変わってますけど、まあハンク・ジョーンズのバンドですね。で、ロン・カーターか、まあバスタ・ビディアムスが入ってる形で、えー、トリオでやってます。僕もこう学生の頃1枚をすごいよく聞いたやつがありますね。で、自身のバンドはオレス・ルーニー、トランペットね。これもう素晴らしい大好きなトランペット僕1回だけ見てるんですけどね。ビル・ピアース。 ね、えー、これ、下にあの、貼っときましたんで、えー、ぜひ見ていただき、このある、もう、この、このビデオめちゃくちゃ見ましたから。このビル、ビルピアーズがやっぱりこの、 えっと、すごくこう、東野小路さんすっごい雰囲気似てるんですよね。だから東野小路さんだと思ってたんですけど、違うんですね。えー、マルグリュー・ミラー、えー、がピアノで、えー、マルグリュー・アイラ・コールマンとトニー。最後ね、この3人でね、結構回るんですよ。マルグリューとね、アイラ・コールマンと、えー、トニー・ウィリアムさんですね。えー、こう、3人で回ってて、これ最後僕、ブルーノートで見亡くなるちょっと前にね、すごいこう、小さくて、こう、 まあまあちょっと、シュワクシャーな感じで、こう、どっちかと、あの、あれ、ヨーダみたいな感じ、みたいなイメージだったんですけど、なんかスーパーモデルみたいな、めちゃくちゃ背の高い美人と手繋いで出てきて、で、えっと、演奏始まったら、もう本当ね、ドラムがめちゃくちゃでかくて、俺はイエーイとか思って見てたんですけど、あの、本当にこれ偶然なんですけど、隣の隣の席に、大西純子さんが座ってて、え大西純子さんが、もう、すごいゲラゲラ笑ってたのがね、ドラムがもう、 めちゃくちゃかっこいいんですよ。でもその音量のバランスとかそういうところで、もう,いいもうやりまくりでも自分のバンドって感じで、マルグリューがこう、こう、どうしようかなって感じになってるところが非常に面白かったですけど、えー、そんな感じでございますね。なので、まあ、こう、ドラム的には僕もちょっとこう、今、シスタシェリルとかをちょっと作ってみたんですけど、本当にね、この、 音の雄大さっていうのがね、やっぱもう勝てないですね。この感じっていうのはね。音をもう、ドカンドカンって思いっきり叩くんだけど、もうこう迷いがない感じがね。素晴らしいなと思いますね。で、まあ本当に練習の、マイルスになんで練習しないんだって説教した人ですからね。すごいですよね。だいたいマイルスのバドで16歳でね、セブンステップストゥーヘブンとアルバム入ってるんですけど、3曲入ってるんですけど、まああれちょっとね、出来すぎですよね。も、ま、うあの、もうこう。 上手いだけじゃなくて音楽的に凄す,すぎて、この歳でそれができるっていうのはやっぱりちょっとね、こう一巡してるんじゃないかな。やっぱりね、もう多分前世す、もう結構な音楽家だったと思うんですよ。ねだから、勝てるわけないですね。ええー、まあ最後の印象としては、すげえの一言に次ぎますね。もう本当にすごいドラマーだと思います。僕も大好きなドラマーですけど、本当にあの、たくさんコピーしましたけど、なんかあんまり使い、 道がないというかね。まあ、使えばいいんですけど。なんか、ただその、レガートのタイムの感じ、こう、レードバックしたレガートのタイム感とかは、すごいよく、僕もこう、えー、練習しましたし、あの、フットプリンツの感じとかね。やっぱりこう、 だから頭にトニーみたいに叩きたいと思う瞬間やっぱ結構あるんで、ええー、まああの、僕もあの小物ですからね、あの、自分のフレーズなんていうのがまあそんなにあるわけじゃないんで、誰かみたいな感じみたいな。で、それ組み合わせがまあ僕かなって感じはしてるんですけど、ええー、まあ本当にそんな、ええー、大したドラマじゃないんですけど、ええー、もう本当にドラム、 大ファンって感じでございました。というわけで、えー、ドラムシリーズまでやっていきたいと思いますけど、今日はトニー・ウィリアムさんでした。すげえすげえすげえドラマでございました。お疲れ様でした、えー。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。 私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。